平成生まれの皆さん、こんにちは。平成ビジネススクールのクリスです。今日はですね、なんと伊藤武さん、彼は日本人初のニューヨーク証券取引所のスーパーバイザリーアナリストの資格を取って、でケンブリッジ大学で経済学修士学を取得、その後ドレクセス・バーナム・ランベール米国本社で勤めて、でその後ファースト・ボストン・コーポレーションで、それは今現在のクレディ・スイスですね。でその後日興ソロモン・スミス・バーニーマネージングディレクターを務めて、それだけじゃないんですよ、その後 UBS 投信投資顧問株式会社代表取締役を務め、でもそこでも終わらない、その次はジャパンウェルスマネジメント証券株式会社の最高顧問で、その後青空証券株式会社の副会長兼最高執行責任者で、今は顧問を務められている伊藤さんなんですね。で本当にね、ここまで世界中のトップのファイナンスの業界で働いていた日本人は ものすごく少ないと思いますので、本当に今日は珍しいチャンスで来ていただいて本当にありがとうございます。家族会社勤めただけであってですね、いやすごいですよ、全然ないんですよ、もうエリート中のエリートが目指すようなことをやっていらっしゃって、本当に嬉しいです。で2015年の2月にですね、この年に 5% を実現する投資の教科書っていう本を出版なされたんですね。でこの本もう本当に面白いです。いやもう取った瞬間からもうプロローグの状態からすっごい面白くて、このプロローグね、伊藤さんは年金をアメリカからあと日本から両方もらってるんですね。でアメリカからの年金が560万ほど毎年もらってて、で日本の年金が82万円っていう状態なんですよ。これどういうふうになってるんですか？やはり年金制度そのものっていうことよりも、どういうふうに資金を運用してきたかっていうところに、大きな差が出てるんじゃないかと思うんですね。ですから私も本当にびっくりしたんです、65歳になって両国から年金給付を受けるっていうことになった時点で、あまりそれに対してどうなるかっていうことは考えていなかったら、実際に受けてみるとこんなに違うんだと、でどうしてかっていうと、一番大きな理由っていうのはやっぱり運用方法で、一つは日本の年金は日本中心に資金を運用してきた、で日本資金を運用してきたっていうことは、世界で一番経済が停滞した国に中心にしてきたから運用成績が悪かったっていうことと、それともう一つはやっぱり福利っていうものの重要さっていうものがここに現れていたと思うんですね。ですから日本の年金は1990年代から過去二十数年間せいぜい 3% ぐらいの年利回りで運用してきたのに対して、アメリカの場合には 7% を超えていたわけです。だからアメリカの年金は年間 7% ぐらいが平均になっているんですけど、バブルが弾けた後の日本は 3% っていう、そうですね、 3% 未満ぐらいで、そうすると10年間で 7% は倍になって、20年間4倍、30年間で8倍になるんですよ、はい。それで 3% だったら 1.34 倍しかならないんですね。だからもうどん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 こう格差ができていくっていう、はいはいはい。ただ残念なことにその運用成果が非常に格差が大きくなってきて、はい、だから日本の年金を給付する人の取り分が非常に少なくなっているということなんですけれど、それ以上に大変なのはやはり日本っていうのは世界最大の債務国、要するに財政赤字がもう突出して大きな国なんですね。ですからギリシャが今大変だ大変だって言ってるけれど、日本の方がずっと借金の量が大きいわけなんです。はい、しかも世界の突出した少子高齢化社会ですから、だから年金っていうのはみんなが蓄えていかなきゃならないものが、蓄える就業者っていうものが日本の場合にどんどん縮小して、逆に高齢者が増えていくわけですから、
年金を受ける人の人口はどんどん増えていくわけです、はい、ですから、はい、今特にその平成生まれの方にとってはですね、これはもう本当に切実の問題でですね、はい、もう退職することになったらですね、自分の蓄えと同時にその高齢者の支払いに自分の蓄えまでも供給しなければならないということになるんで、だからもう本当にこう自助努力でですね、これからどうやって自分の資産というものを蓄財していくかっていうのはもうちょっと待ってください、はい、だ例えば私が年金払ってて、はい、その2050年とか2060年、僕が65歳になって、はい、年金がもらえるはずなんですけど、はい、ひょっとしたら年金がお金がなくなっちゃうっていうことなんですか？まあ、一応資金というものは運用されるから、ゼロにはならないかもわからないですけれど、ただその時にはもう要するに高齢者65歳以上っていうものが、はい、国民全体の 40% 以上になるんですね、人口の、はい、そうすると少ない就業者がそれをあれ養わなきゃならないっていうことは、自分の蓄えの多くを取られてしまうと、そっちの高齢者のためにですね、負担しなければならない。もしその高齢者たちがいなかったら、はいはい、もっと年金が私に入ってくるっていうことなんですか？当然そうですよ。だから決まられてないんですか、何パー戻ってくるとか？いえいえ、国民年金っていうものは基本的に一部拠出したのが蓄われると同時に、国の税金からとか、はい、それからですね、賄われるわけですから、どん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 その積み立ては減っていくわけなんです、ね。例えば私が毎月年金を払って、ね、日本国のみんなの年金ファンドがここのボックスに入るとして、でこの人口が今超高齢化社会とかの事情になっていて、はい、入ってきたものからお金が引かれていきますよね、はい、そういうことですよ。でそうするとこの 100% を回せたのに、はい、ちょ減っていって、はい、回せる分が少なくなってくる。で当然リターンも低くなってくる、はい、っていうこと、ということですよね。だから今言われたようにこうプールがあって、はい、それで積み立てた分から、はい、まあ、毎年例えば 5% かぐらい、減っていくわけですよね、はいはいはい、ところがどん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 高齢化、少子高齢化になることによって、その積み立て部分がどん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 目減りしていきますから、はい、だから今 その平成時代 の、方々が年金を受けることになったら、その少ないプールからしか受けられなきゃならないっていうことか、そうじゃなければ経済成長がどんどん復活してですね、また国が豊かになって、はい、その分を十分そのプールにお金を入れられたらなんですけど、はいはい、まずその可能性っていうものはもう不可能だと思うんですね、はいはいはい。まあ、いわゆる年金っていうのはみんなが一緒に投資しているファンドみたいなもんなんですね。まあ、基本的にみんなね、就業者がみんな、はいはいはい、自分たちのだから世界各国で老後のため の、蓄えを作っておきましょうっていうことですよ。だからそのファンドのお金が少なくなったら当然その配達分というか戻ってくるお金も少なくなってくる、はい、いや僕は、まあ、海外の年金は、ね、よくわかるんですけど、日本の年金はなんかスペシャルなもので、ここにお金入れたら必ずお国が何とかお金を、ね、お国が借金してもお金入れてくれるだろうって思ってたんだけど、実はそうではないんですね。いや、どこも同じですよ。だけど日本はもう日本の国の借金が大きすぎるから、はい、これからどうやってその借金を減らさなきゃならないかっていうことですから、はい、だから国の経済成長が高まれば、はい、当然その資金余裕が出てきて、それでその年金の資金っていうものを増やすことができるわけですけれど、日本の場合にはもうほぼそれは不可能で、はい、もうどん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 目減りしているっていうことを確保しなければならないっていうこと。じゃあもう本当に、まあ、僕の時代の人とか、まあ、特に平成生まれの人たちは結構老後の生活とかについては年金に頼れないっていう状況なんですね。頼れないし、もう頼れないことをみんな多くは認識しているわけでですね、ですから
もう今国民年金を払うべき人がもう全然払ってない人もたくさんいるわけですよ。はい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 、だからもう制度そのものが崩壊しつつあるっていうことが言えるんじゃないかと思います。貯蓄と貯金の違いをお伺いできればと思います。そうですね、やっぱり今スローガンとしてみんな株式投資をしなさいっていうこの政府のスローガンとして貯蓄から投資というふうに言ってるんですけれど、本来同じなんですよね。はいはい、経済学を勉強された場合には必ず貯蓄と投資っていうものはイコールじゃなければ、これはもう定義なんですよ。はい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 、どっちがどっちじゃなくて、ところが銀行預金だけをしていると、はい、結局資金が効率的に回らないっていうようなことがあるんで、そうですね、まあ、今は日本の政府もだからそれでやはり株式投資をもっと活発化しなきゃならないっていうことですけれど、ちょっとね、はい、どのぐらい銀行にお金を預けるっていうのが危険なのかっていうのを、まあ、例えば年間 7% のファンドに投資しますね。で、私が1億円持ってて、1億円をこのファンド年間 7% に投資します。で、ピーターさん、まあ、伊藤さんは同じ1億円を銀行に預けます。10年後どうなるんでしょうか。10年後、私の1億円は2億円になっています。はい、そうです。私は何にも働かないで1億円を10年間で2億円にしました。伊藤さんはどうなったんでしょう。まあ、1億円が一応日本の場合だったら1億300円ぐらいになってるかもしれませんね。300円ね。じゃあ300円儲かった。300円儲かった。ATM の手数料ぐらいはね、カバーできたかもしれないんですけど、この1億円を銀行に預けると、いわゆるマイナス1億円になってしまった10年後っていう、そういう考え方を皆さんに身につけてもらいたいんですね。そうです。ですから銀行は安全だっていう、そういうふうに思われていて、まあ、事実そうであったのは、日本はずっと90年代から25年間デフレ社会だったんですね。ですから1997年の GDP にまだそこまで戻ってないんですよ。だからバブルが崩壊したのが1990年で、90年ですよね、はいはい、それでまあ、その後インフレ率もあったもので、1997年に GDP は480兆円台でピークをつけて、はい、それ以降今十何年経った時点で今年ようやくそこに戻れるかっていうぐらい経済が停滞しているわけで、その一つはデフレですから、はい、銀行預金は目減りしてないんですよ。そうですね。だから当時の100円は今も100円の価値がある、うん、インフレがあったらですね、もう今100円が実際の価値がもう90円になってるかもわからないんですけれど、はいはいはい、だそういう意味で日本で銀行預金をしてきたっていうことは、ある意味では非常に安全で、はいはい、しかも安心して持てた資金ですけれど、はいはいはい、ただそれだけやっていたんだったら今後のですね、もう蓄財っていうものはいつまでたっても今あれですよ、源ちゃんが言われたように増えないわけですからね。だからそしたらね、増えなかったら、うん、じゃあその増えないパイをみんなで分配したらますます自分の取り分っていうのは少なくなってしまう。ですよね。で、今その平成生まれの人たちにとってはこの年金では本当に危険なもので、まあ、老後の生活もすごい不安になるということで、じゃ今この人たちは、私たちは何をしないといけないんですか。何をすればいいんですか。基本的に過去100年間をとっても一番長期にわたって収益をもたらしたっていうのは株式なんです、はい、ところが株式は短期的にはすごく上がったり下がったりするから、はい、非常にこうリスクが高く思えるんですけれど、ただ全体的には必ず平均値に収束するっていう、平均に回帰するっていうことが証明されているわけですね、はいはいはい、ですからだいたい常に平均的な投資をできたら必ず儲けるし、もう長期的に儲かるっていうことと、それと積み立て方式っていうのは同じ金額を同じ期間に
ずっとその積み立てていくと。ですから、まあ、毎月じゃあ 1万円ずつ投資をしていきますということになれば、まあ、金額は少ないですけれど、それでも株価が高くなった時に買える株数が非常に少なくなって、それで株価が安くなった時に買ったらその時の株数が非常にたくさんになるんですね。ということは、もし株価が1万円が10年後に1万円であっても、その間にこう変動していけばですね、ものすごく儲かる仕組みになるんです、ね、はいはいはい、全く同じで、はい、スタートした時点で1万円、10年後に終わった時点で1万円、一番いい例が日経平均が1989年の年末に4万円近い日経平均をつけて、はい、で今やっと2万円にリカバーしたと、こう1989年から25年以上かけてようやくその半分に戻しただけであるけれど、もし一番高いところから今日まで買い続けて同じ金額でずっと定期的にやったら、世界で一番ダメな日本株でも儲かってるんです。ですから、すごいですね、はい、それだから株価が下がっていても、うん、あれです、変動する株価で、はい、ずっと定期的に定額を投資すれば必ずリターンが得られるということで、うん、はい、ですから過去ご存知のように2008年にリーマンショックが生じて、その時に世界の株価は大暴落したんですね。だけどその前の高いところで買って今まで持っていても儲かる。ですから長期に投資をすれば必ず儲かるんであって、特に長くなればなるほどその効果っていうものは発揮できるわけですから、だから平成生まれの方にとっては、ね、もうものすごく大変なチャンスなんですね。この貯蓄はマスターしないといけないですね、はい、だから難しいことじゃないんですよ。それと長期的に投資してればお金は減らない、減らない、逆に増える、はい、それで分配金を受けるんじゃなしに全て投資しているものは 再投資をすると。だから投資したら必要なお金は別に持っとく、はいはいはい、だから貯金みたいな感じで投資して1回いられたお金は触らない、ね、高い高級車買いたいと思ったらそこから引かないで別のところからお金を引っ張ってくる、1回入れたものは触らない、常に毎月投資を続けていく。で、世界、日本だけじゃなくて世界の GDP は必ず上がってるから、いつも上がってるんだよね、長期的に見ると。だから世界に投資を続けていくと、はい、この年金問題がなくなる。その世界が大事なんです。世界が大事、なぜかって言ったら世界の経済で見ると、今日本の時価総額っていうのは世界の 7% だと、はい、アメリカが 40% 近いんですよ。で、日本の投資家っていうのはいろんな書物を読んでも大体日本の株が上がるとか日本を中心に考えていますけれど、はい、そうじゃない、ユニバースは世界なんです、はいはい、ですから最も中立的な投資っていうのはアメリカの時価総額が世界の時価総額の 40% であれば 40% をアメリカに、はい、日本には 7%、ただアベノミクスになってやっぱり日本の比率を増やそうと思えばそれを倍にするとかいいんですけれど、うん、まず全体を見て、はい、それで平均的に投資するということはやっぱり最も肝要なことだと思います。さて皆さん分かりましたか？ポイントは第一、年金には頼れない。第二、積み立て投資っていう形の貯金スタイルのような投資を始める。第三は世界に貯金する、日本だけじゃなくて、そういうことで。で、第4は、まあ、ちょっとアドバンスなんだけど、 NISA みたいなのを使ってできればこの新しい毎年金っていうのをやる、まあ、これはちょっとねハードル高い、これはこのビデオの以上のね、はい、ものになって、やっぱり専門家のガイダンスが必要になることなんですけれども、まあ、こういう形がポイントだと思います。伊藤さん、なんかこの他に皆さんに忘れてはいけないよっていうものはありますかね？はい、絶対に実行に移すこと、うん、なぜかって言ったら投資っていうのは必ずその時点ではリスクがあるんですよ、はい、
で確かに今あの世界の株価高いんです、そうすると、あ、いえ、いいけれどちょっと待とう、はい、ということになると、あのもっと上がってしまう、はい、いやもう少し下がったらって言って、本当に下がったら今度は下がって怖くなって、今はもっと下がるんじゃないかっていうことですから、はいはいはい、予測ができないのの通りに、あの投資のタイミングは常に今と考えなきゃいけない、はい、だからその世界中にこのファイナンシャルの世界、いや、まあ、GDP は必ず上がってるんだよね。でちょっと上がってちょっと下がってちょっと上がってっていう感じになるかもしれないけど、ずっといわゆる大きい面で見ると必ず右肩になってるんだよね。で今ね、マーケットが高いから買わない、安い時に買うっていう考え方もいいんだけど、伊藤先生が言ってるのは高い時も買う、低い時も買う。なぜかというと両方右に上がってるんだよ。で10年20年30年40年の期間で見ると、本当に年間 5%7% っていうのは現実的な話なんだよね。そうですね、やっぱりこう実行に移してください、それが何よりも肝心であって、はい、特に平成生まれの方っていうのは、本当に投資に対して関心を持っていないっていうのが、持っていないのがある意味では当たり前なんですよね。日本の株式市場っていうのは本当に、まあ、ここに来てアベノミクスだって言って騒がれて少しは良くなっていますけれど、まあ、日本の現状が厳しいっていうことと、やはりもうあんなバブルっていうのはみんなクレイジーだったっていう概念があるんで、はいはい、下手に投資なんかしたら損をするだろうっていう、そういう恐怖心とそれから無関心と両方になってると思うんですね。Well, thank you so much for checking out Chris の部屋, and I'll see you next time. Adios, amigos. 平成ビジネススクール .com YouTube では Chris の部屋を検索。